2日間の中島先生、南先生と中島先生が講義したと思うんですけど、今日はですね、昨日までは、有限要素法をベースに、マルチカラー法のですね、反復法系の解法の並列化をやってきたと思うんですけど、今日はみんなさんにとってはどうかわからない、ちょっと後で質問しますけど、新しい関数を勉強しましょうということで、もう一回MPI の基礎みたいな話になります。で、いくつか質問したいんですけど、夏のサマースクールに参加した人っていうのは何人くらいいるんでしたっけ？手を挙げてもらえます？3人、はい。それから、MPI プットゲットっていう関数を使ったことがある人、MPI プットゲットっていう関数使ったことある人、そうするとその人たちはちょっと簡単すぎるかもしれないです。今日はその演習なので、もう分かってる話かもしれませんので、前回夏のサマースクールでですね、MPI の基本関数と、それの使い方、センドレシーブとかですね、オールギャザー、それから B キャスト、そういう関数を勉強したわけですけども、今日はですね、今日は片方向通信というのを午前中にやって、その後データタイプ、午後から MPIIO という話になりますので、すでにご存知の方には今日はもしかしたら簡単かもしれない、ですということで、基本的にはですね、今から MPI の片方向通信の関数の説明をしますが、ほとんどですね、演習にしたいと思っています。やっぱり使ってみないとですね、どんな動きをするかってやっぱ分からないので、そういう形にしていきたいと思います。で、講義はですね、これまでやった通り MPI っていうものをですね、それから双方向通信、一対一通信とも言いますね、そういうもの、それから片方向通信で、演習問題ということで、順番にやっていきたいと思います。で、これももう皆さんよく知っている話と思いますけども、メッセージパッシングインターフェースっていうのは、複数の独立したプロセス間でですね、並列処理を行うためのプロセス間メッセージ通信の標準規格ということで、現在多くの並列計算機の上で、使えるようになっていると思います。この講義でもですね、 MPI、使っていると思います。で、1992年からですね、米国の計算機メーカー、大学などを中心に標準化していったということで、MPI の規格化っていうのは当然並列計算機がいろんなメーカーから発表されますので、そういう時にですね、並列計算をやる関数の統一化ってやっぱ欲しいわけですね。どのプログラムをですね、別の計算機に持ってっても並列化したプログラムが動くと、そういうことが重要なわけですけども、そういうことで、規格化というものを進めてきています。で、1994年には MPI-1、最初の MPI の規格ですね、ほとんどはセンド、レシーブとか、B キャスト、夏でやった部分はほとんどが MPI のバージョン1の関数になってたはずです。で、1997年にですね、MPI-2 というのがありまして、規格されまして、その中で MPI 通信、一方向通信、それからMPIIO ですね、並列に入出力をするっていう関数のインターフェースを決めていったわけです。で、2012年には MPI3 ということで、これはまだ今のところ我々が実質的に使って得するかどうかというのは私はちょっと分かんないんですけど、いずれにしろ今日はですね、その MPI2 のところに入っていって、そこの関数を勉強していこうというところになります。で、ワントゥーワン、双方向通信とかですね、ワントゥーワンコミュニケーションというものはですね、送信側と受信側で、対応する関数を読んで、きたわけですね。で、これは、MPI センド、MPI レシーブ、非同期の通信だと MPI アイセンドとかですね、
MPI レシーブっていうのをやってきたと思うわけですけど、まあどういうのかっていうと、まあ、複数のですね、まあ、M 子のプロセス MPI のプロセスがあったときに、まあ、それぞれがプログラムはSPMD ですからシングルプログラムマルチ、シングルプログラム、マルチデータストリーム SPMD ですね、SPMD のプログラムになってますから同じプログラムがこうプログラム、MPI のプロセスの上で動くわけですね。で、まあ、こういうその宣言をすると、ローカルにそれぞれのプロセスで、X という配列を、まあ、確保するわけですね、どのプロセスも X という、独立したメモリ領域を持つわけです。で、したがって、ここの、例えば X の50番目の値を欲しいと思うとですね、いや、まあ、これ逆か、この場合にはこっちから先導ですから、例えばこっちのプロセスが、プロセスランク0のですね、ランク0のプロセスがの X の50番目の値が欲しいと思うときにはこのランク0のプロセスが X の50っていうのを送ってこっちで受け取って使うと、まあまあ、人と人との作業だと思ってください思っていただいていいと思うんですけど、まあ、誰かと作業するにもですね資料をこうもらったりやり取りしながらですね、その中に文章の中に書いてあるデータを見て仕事をするというのと、まあ、同じイメージだと思うんです。でしたがってその人と人と その仕事をやり取りと同じようにですね、ちゃんとその、まあ、社内便あるいは手紙でもいいですけど、そういうものにくるんでですね相手に送ってやる必要があるわけです。でこっちはそれを引き取って中身を確認してそのデータを使うという、まあ、そういうのが分散メモリー型あるいは、まあ、こういうプロセス間の通信の手順になるわけですね。でこういうものをするために、ま、普通の計算機はインターフェースというものが用意されているわけです、で、まあ、それが、まあ、ライブラリーですね、それが MPI になります。で、まあ、データを送るときには、まあ、MPI センドというものをこっちが読んで、送ってやると。でこっちは、まあ、MPI レシーブというもので、データが届くのを待って受け取ってから実行すると、まあ、こういうのが一連の MPI の、まあ、前にも、ここに書いたようにですね、独立したプロセス間で並列処理を作るための、まあ、メッセージ通信の標準規格なわけですね。で、まあ、その感想として、まあ、復習になります、そうだそれで資料はですね今朝多分メールで送られてきたと思うんですけど、ウェブに載ってるのはちょっと古いです。古い、昨日までの古いのやつなので、今日は新しくアップされたらまたダウンロードしてもらえばいいと思うんですが、まあ、メールで送られているのを見れない人はですねとりあえずこっち見てください。で、基本的にフォートランをベースに考えますけども、この復習の一番やつはですね、お送りした配布しているスライドの一番最後にですね関数が書いてあると思います。でこれはフォートランの場合ですけども、MPI センドというものは何だったかというと、まあバッファー、バッフですね、バッフという変数の中身を、これはフォートランですからアドレス渡しになりますので、このバッフという変数の先頭アドレスから、カウントの値を送りなさいと。でどのプログラミング言語もですね、変数の型っていうのがあって、インテジャーフロート、C でいうとインテジャーフロートダブル、それからキャラクター、キャラですね、そういう変数があると思うんです。フォートランでも、インテジャー、リアル、それからリアル ×8、あるいは、まあ、ダブルプリシジョンとかも言いますけど、まあ、そういうその個数が分かってもそのバイト数が分かんないですから、そのバイト数がを知るためにその送信するデータの型っていうのを、まあ、定義するわけです。MPI インテジャーというのはライブラリーのヘッダーファイルの中で、定義されていて、これ 4が入っていると思いますね。でこっちは MPI ダブルプリシジョン、あるいは MPI アンダースコアのリアル8というのでもいいんですけど、
でそれが8っていう値が入っていると。でこのデータタイプとカウントっていうのを掛け算するとバイト数が分かるようになっている。したがって、そのバフっていう変数が参照している先頭アドレスからそのバイト数だけ送りましょうというのが分かるわけですね。でじゃあどこに送るかっていう、さっきのそのこのやつですね、ここのランクからこのランクに送るっていう時にはどうやって指定するかっていうと、送信先のプロセス番号ですね、デスティネーションのプロセス番号を指定すると。であっちこっちから手紙が、まあ、例えば皆さん手紙が届くわけですね。で誰から届いたかっていうのは自分のその届いたその裏側を見て、差出人が分かるからどこから届いたっていうのが分かるわけで、まあ、それと同じようにメッセージも誰から届いたかっていうのが分からないといけないので、そのメッセージ識別番号っていうので、どこから届いたかっていうのを識別していこうっていうのがこのタグの役割です。それからコミュニケーターっていうのはですね、仲間内の情報のやり取りってなるわけですね。で例えばその、まあ、この今日はクラス全体っていう、まあ、集まりがあって、その中にですね、その机の2つのこっちが半分あるいは向こう側の半分と、そのグループ分けができるわけですね。でコミュニケーターっていうのはそういうものをするもので、要するに通信する相手の集合を定義するものです。で一番最初 MPI が起動された時には MPI コムワールドというその全体集合がここに定義されます。でなんでこういうことをするかっていうとですね、やっぱり通信をですね、ある決まったそのプロセスの集合体に限定したい時があるわけですね。こっちの処理はこっち側だけメッセージを送って、こっち側はこっち側だけでメッセージを送ると。まあ、そういう場合にはですね、こういうコミュニケーターっていうのを定義してやると通信がその遠くに飛んだりしないわけ。例えば Bcast なんてやると全部にこう情報線路 の, パケットが飛んでしまいますので、まあ、そういう時に、まあ、コミュニケーターっていうのを定義してやるとその通信の相手先が限定できるわけですね。でまあ、これはエラーというのはまあ戻りコードで、まあ、この関数をした結果うまくいったかどうかっていうのはまあ返ってくると。C ではですね、まあ、関数の戻り値として、まあ、返ってくるようにセットされているはずです。ということで、まあ、MPI センドっていうのはそのどのくらいのデータをどこからメモリのどこからどのくらいのデータを送ればいいかっていうのと、相手先それとその自分の送るメッセージに対する番号をつけられると、まあ、そういうふうに考えればいいと。いうことになります。じゃあ受け取り側はどうなのかっていうのが、まあ、MPI レシーブになりますが、まあ、これはですね、受け取った側のどこのメモリーの領域に受け取ったデータを格納するかっていうのを情報が入ってくるわけですね。でバフっていうのはさっき言ったようにその受信したデータをアドレス、格納するメモリーの、まあ、先頭アドレスになります。線とアドレスなので、まあ、途中の例えば配列の長いやつの途中でも受け取ることができますね。でカウントって同じようにいくつく受け取るかで、データ型によってバイト数が計算できるように、まあ、データタイプというのを指定しますと。でどこから送られてくるかっていうのがこのソースというので、決めます。これプロセス番号ですが、例えばさっきのこっちのやつだと0番から送られてくるので受け取る側としては0番からと受け取ると。で0番から受け取るメッセージも、まあ、いくつあるか分かりませんので、そのメッセージ識別番号をつけて、どのデータかっていうのを受け取り側でちゃんと判断してやるということを決めるわけです。で、まあ、コミュニケーターというのも、うん、これもセンドメールと同じように受け取るそのグループを決めてやるためのコミュニケーターというものを定義しますね。それから、まあ、受信した時の状態、まあ、これはまあ、普段あまり使わないと思いますけども、まあ、こういうものを、定義してやって受け取った時の状態を見てやると、まあ、それによって処理をいろいろ変えることができるわけですね。で最後は戻りコードということで、まあ、最初はこの一対一通信の復習になりますが、送り側のところでどういうことを決めてやらなくちゃいけないか、受け取り側のところでどういうことを決めてやらなくちゃいけないかっていうのは、まあ、普通に考えると、
まあ、どれくらいのデータをですね、どこの相手にどういう封筒で送ってやるかというイメージを持ってもらうと分かりやすい。受け取り側はどこからどういうデータが来て、それをどういう封筒で入ってくるかっていうのを分かっているとですね、分かりやすいと思います。でこの場合にはですね、その受け取りが、送る側とですね、受け取り側両方でちゃんと手をつないで、今から送りますよ、あ、受け取りますねっていう、そういうやり取りをしないと分からないわけですが、今日やる話はですね、まあ、片方向通信というやつですね、ワンサイデッドコミュニケーションというやつです。まあ、これはですね、まあ、ここに書いてあるように通信相手の状態に関係なく他のプロセスのデータをアクセスする通信方法ということに言えますと。まあ、でその、まあ、メインの関数はですね、ゲットとプットという関数になります。ゲットというのは相手のプロセスのデータを獲得するやつですね。プットは相手のプロセスにデータを挿入すると。要はですね、今まではちゃんとこう相手の状態をちゃんと確認しながらデータを送ったり受け取ったりしてたわけですけども、これは無理やり押し込んでやるっていう、まあ、イメージだと思ってください。無理やりその例えばプロセス、あ、これ NM にしましたけども、ランク N のプロセスがランク M のプロセスに無理やりそのメモリ領域に無理やりこうデータを書き込んだり受け取ったりするっていう、まあ、そういう関数だと思ってください。でこれをやると何がいいかっていうとですね、このランクの N はですね、まあ、これ見てもらうようにですね、この M が何、このちょっと濃い紫のところにアクセスするわけですけども、それ以外のところでのメモリのデータは何の処理をしてても構わないわけですね。もう勝手にここから書き込んでくれるわけですね。なので、このプロセスはこの他のメモリーの領域のデータはどういじっても構わない、まあ、なので、処理がまあ楽だっていう話、処理を超メッセージを受け取りながら他の処理ができるので、計算時間とか、まあ、そういうものが得になるということですね。でここに まとめましたけども、片方向通信の利点というものは何かというと、まあ、プロセス間の同期待ちを削減することができると。さっきのセンドレシーブではですね、受け取りましたかとか送りましたかっていうのをその両方のプロセスで確認しながら進めなくちゃいけないわけですね。でそのために MPI バリアというのがあったと思います。まあ、そういうものをですね、やらずにですね、まあ、削減しながらできるので、まあ、性能向上の可能性が出てきます。それからデータコピーの回数を削減することができますっていうのは、今の、まあ、これは MPI のライブラリの実装次第なので、実際にはその処理系マシンですね、システムでどうなってるかっていう、システムに載ってるライブラリがどうなってるかっていうところに依存するんですが、まあ、普通はですね、センドレシーブっていうなるとその MPI プロ、ライブラリのレイヤーに、受け取るバッファーと送るバッファーっていうのがあって、普通はそのプロセスが一回その MPI のバッファーに書き込んでから転送して MPI のバッファーに、読み込んでから自分のメモリー領域に取り込むというのはそういう作業をします。ところがこれはですね、相手のメモリー領域に書き込める、まあ、そういう仕組みがあるハードウェアであれば、その MPI が提供するバッファーを経由しなくてですね、いっぺんに自分のメモリー領域にデータを書き込めると、まあ、そういう利点があるということで、データとコピーの回数が削減できるわけです。まあ、データの中間バッファーを用いた実装に双方向通信はなってますので、まあ、ワントゥーワンコミュニケーションはそうなってますので、片方向通信はそれを、飛び越えて直接相手の自分のプロセスのメモリー領域に書き込めるということで、データコピーの回数の削減ができます。それから、まあ、これと関連しますけども、まあ、RDMA という、まあ、リモートダイレクトメモリアクセスという、まあ、機構ですね。今言ったように自分のプロセス、その、まあ、自分が使っているメモリーエリアですね、そこに直接アクセスができるような、まあ、そういう機構を持つシステムでは、まあ、高速実行が可能になります。まあ、これと、まあ、2番目と、まあ、
まあ、関係してますけど、まあ、もう一つそれとさっき言ったように計算とデータ通信がオーバーラップできるということですね。でそういうことができるので、まあ、ゲットプットというのを覚えておくと、まあ、そういうマシンが提供されたときにはですね、非常に高速な計算ができるだろうということになります。だからまあ特にですね、大きいデータ通信において、まあ高速に実行する場合があるので、まあこんなセンドレシーブがですね、通信時間が非常にかかっているようなプログラムではゲットプットを試してみる価値はあるということになりますね。